お待たせーごめん思ったより時間かかっちゃったいやね最近一緒に帰ってるじゃん君との関係どうなのとか聞かれちゃって色々聞かれたんだけど余計なお世話って言ってきちゃったっていうか放課後待ち合わせしてるんだから察してよねって感じだよねふんまったく見せ物じゃないってのお、えっとここで立ち話してたら遅れちゃうそう昨日行きたいって言ってたとこ 急いでギリな時間だったし列できちゃう前に行こいかああカバンはいいよあたしのだし両手塞がっちゃうとさねえ、あたしに片手ちょうだいいュッエヘへ 君との放課後デートデート楽しいな嬉しいな <laughs> えこうあやっぱまだ残ってたえー、どうしよっかな言ってもからかわない <laughs> 実はね昨日から 楽しみで、そのあんまり寝れてなくてさっきまでつっ伏してすやすやしてたみたいな <laughs> だって今日のデート先あの喫茶店でしょどうせなら食べ比べしたいしでもそうしたらあんとかもあるかもだし君に恥かかせないようになるべく照れないようにしとかないととか思ってたらなんだかドキドキしてきちゃって。 そしたらもっとドキドキ止まんなくなっちゃって。<laughs> ねえそんな微笑ましそうな顔しないでくんないいっそ思いっきりからかうか笑い飛ばしてくれないと。そういう君はどうなのよ。こうやって手つないだり私が腕に抱きついたりするのを想像しても夜も眠れないってなってくれないの <laughs> やっぱ君もそうなんじゃん人のこと言えなーいえー、それなのにあんな顔して私のこと見てたのひどいじゃもっと困らせてやるぎゅっ外でギューってしちゃった照れてくれるの嬉しいねっき <laughs> 大好き私たち本当に愛噂されちゃうのもわかるかもあー本当に君と付き合えてよかったな出会いはちょっと変化球だったけどいっつも幸せな気持ちにしてくれる君が大大大好き <laughs> 私と付き合ってくれてありがとねこれからもよろしくね <laughs> デート行こう 何昨日も言ったじゃんそうだよ私たち本気で付き合ってんのこの前も放課後デートしてきたばっかりだしいやいや付き合えって言ったのはあんた達じゃんよかったよあの時ジャンキンに負けて相性めっちゃくちゃ合っててさ相思相愛っていうのかな好きって言ったら好きって返してくれるんだよ しかも私とデートするためにバイトしてくれてるんだよほんとけなげすぎて惚れ直すわえ照れ隠し悪口するわけないじゃんてか好きな人を好きだって言って何が悪いの <laughs> そんなの見た目だけ彼のこと何にも知らないから言えるんだよ 一回話してみ他の人よりは少し無口かもしれないけどちゃんと話せば考えてるの分かるしあんなに優しくていい人いないよ付き合えてよかったって何度思ったか分かんないもんてかこれからは彼にちょっかい出すのやめてよねもう私の彼氏になったわけだしさっきみたいな悪口言ったりしたら許さんがこうだかんね <laughs> もうギっタンギッタンのめった 遮ん <laughs> なくてもいいじゃんはつまんなくなったとか関係なくないてかこんなくだんない話すんなら先に返さなければよかったわ言いたいこともうないそう、じゃあまだ近くにいるかなってな何 これ、続く系。あんたたちが何期待してんのか知らないけどあたしのろけしか言わないけどじゃあたし先帰るわ <laughs> え,え君いたんだていうか用事があるって。 ああね。そういうこと。笑い話にしようとしてたわけだ。私の大切な彼氏を。ごめんね。期待通りの発言できんくて。ほら。で、こっち。いいから。この通り。私たち、ラブのラブなんで。おもちゃにするのやめてくんね。 うん、じゃあ帰ろういいのいいの今の私には君がいるからそれだけでいいのっていうかどこから聞いてたうんマジかそれほぼ最初からじゃんかええー、とかじゃない違くてさすがの私もさ のろゲを本人に聞かれるのはちょっとってかめちゃくちゃ恥ずかしいえ私の方が好きだし君の好きより何倍も好きな自信あるしおそれならお互いに好きなとこ言ってこ言えなくなった方が負けねはいまず優しいとこが好きはい君の番 世界一可愛いそれはさすがに照れるんですけど。じゃあじゃあ私のためにいっぱいいっぱい努力してくれるところとか私のこと大好きなとことか <laughs> いっぱい言うのはつらいじゃあ君からも言って。